カワタンこと松前香織です。今からベッドマットを変えまーす。そう、ベッドのサイズとね、全然合ってない、前の家のベッドマットを使ってたんですが、厚さはね、これぐらい。人差し指ぐらいのベッドマットで、それでね、何があれだってね、ここが、これ折りたたみできるんですよ。でね、ここがね、マジで痛いの、腰とかに当たると。ここの境目が。それがすごいずっと、コンプレックスだったんですが、買うのももったいないのでずっと買っていませんでしたが、今から、超高級ベッドマットに、模様替えしたいと思いまーす。イエーイ、楽しみだぜー。ただ天井が低い、どうなることやら。じゃーん、なんだにゃーん。本当は中に運んでくれるって言われたんですけど、部屋が入れない状態なので自分で解体して入れたいと思います。 N スリープ2通り自分で運べるかしら。頑張ります。いや、めっちゃいいよ。厚さ全然違う。見て、ほら、手が2個分。ふぅー、大変。でも頑張るよ。ここまで来たよ。ごめんね、いいよ。やったー、上がったー。大丈夫だよ。そう、撮って。上がった、マキコが手伝ってくれて。上がんないって言ったの？そう、言ってた。ちょっと手やって。どれぐらいの厚さって言えばわかんないっけ。どれぐらい？自分の肘と、一緒ぐらいだもんね。やばい。やばい。ほんと、今まではこれぐらいだった。人差し指と一緒ぐらいだったの。そうだね。うん、そうでしょ？人差し指ぐらいだったね。倍以上だよ、もう。人差し指3個ぐらい。すごい。いや、重かったね、でも。いや、ほんと大変だよ。ここのこれをとりあえず外して。これはほんともう意味ないから。ベッドが落ちてこないだけでも、そう。私は確実に落ちるけどね。寝返りしないようにする。やばいよね。近い。てかさ、いや、なんかもう一、この点、何？これいらないよ。そう、これ。いつも。まずそれなんだって。だって別に下に影響してないじゃん。こいつのせいなんだよ。だからこっち行ったってどうせいるから、ね、もう無理なの。幅は違うだけど。そう。こっちに行ってもいるから。こっちに奥に行ってもいるしね。そう。どこ行ってもいるの。だから、ベッドの配置変えたら、まあ多少、でも被害がさ、はい、ちょっとは違うよね。狭いから。ロフトベッドやめろよ。いや、荷物が多いんだよ。服だよ、服。こちら。かかってんぞ、うちは。ね、すごいよね。なんかね。いや、ほんと思うよ、でも。え、あきこ乗ってみて。顔映さないから。いいよ。もうお風呂入ったら、行政行ったんだ。あ、そっか。気をつけて、あんた。いや、もう。これ、やばいよね。いや、でも。ほら、ここだよ。やばいよね。え、枕、いらないと思った、でも私。枕、どう？どう？もう。まあ、もう近くなるけど、寝れないの、枕ないと。ん？枕ないと寝れないの。私？うん、いや、どうだろうね。落ちるよ。いや、これ怖いんだって。でも気持ちいいわ。ねえ、寝心地マジホテルだよね、ホテル。めっちゃ気持ちいい。いいホテル。ホテル。わー、気持ちいい。でしょ？気持ちいい。気をつけて、落ちるから。落ちる、ほんとこれこう。ね、ほんと怖いよね。やばいよね。落ちる。こうやってちょっと間ね。てか、なんて言えばいいの？ちょっとね。そう、サイズがね、多分、シングルロングの、何これ。企画っていうか、多分。これがね。あの、枠が多分シングルロングで、これはシングル？シングルロングがなかったね。これ壊れたら終わりだよね、まず。これが取れたら終わりじゃない？もう終わりだよ。朝だっていつもこれ掴んで起きてたもん。この薄い時でも。薄い時は割とあったの？いや、ここまであったから別に落ちない、体は。
ありがたい。起きたくもなくなるね、これは。ね。ニトリ様様や。居座るよ、多分、ベッドに。いや、本当に。いや、本当やばいよね。朝起きて、あ、やばい、8時間。8時間。香りならやる。ね、やばいよね。ほんとやばい。寝落ちしちゃったドンみたいな、ね。そう、やばい。お風呂入らなきゃ。そう、ドーンってなる。降りんのも怖いわ、高いから、この分。あ、そうかな。私もさ、ね、そう、掴むとこないとね、危ないんだって。なんでロフトベッドなん？大丈夫、パンツ見えてないから。こんなレポートでした。マンキコありがとう、手伝ってくれて。